今日は道頓堀くくるさんのたこ焼きをいただきます。新大阪駅構内で熱々を買いました。もちろんノンアルは。ちょっとね、慌ててあわあわになってしまいました。熱々なんでふうふうしていただきます。ふわふわとろたこ焼きとビール、ビールちゃうけど、ノンアルやけど、この取り合わせはもう絶対に最強です。全のせでマヨネーズとか なんかいろいろかけてもらいましたよ。一気にいただきました。あ、最高です。ごちそうさまでした。